ケモソルジャーの切ないです。エーゼロです。今回質問コーナーということで、ポケソルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して、約10年以上のポケモン対戦経験を持つ私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんを手助けになればと思います。ということで、今回の質問を読みます。はい。仮に麻痺が単純に素早さが下がるだけの状態上になったとしたら、皆さんのストレスも減り、いい対戦環境になるのでしょうか？なるほど。たまーに質問箱で来るポケ勢がイライラするから消してほしいものを考察するシリーズのやつ急所とかダメージ乱数とか消してくれっていうのに回答したりしたけど、うんうん、今回は状態上の麻痺で痺れて動けないっていうのがなくなったらどうなるか。そうだね。一応確認しておくと、状態上麻痺には2つ効果があって、1つ目が素早さのステータスが半分になる、もう1つが 25% の確率で、まあ、体が痺れて動けなくなる。この 25% で痺れて動けないっていうのが、ポケモン対戦ガチ勢を、まあ、みんなイライラさせていると。麻痺が原因で運負けしたことある？まあそれはもう数え切れないほどあるけど、昔は電磁波って命中 100% だったけど、うん、命中 90% に下がって確実に麻痺にできるのがヘビにらみしかなくなったけど、静電気とか放電とか10万ボルトで麻痺るのも含めて運負けっていう主張が加速してるよ。ボルト式猫魂なんて言葉もあったくらいだから、困ったら電磁波打っときゃなんとかなるっしょみたいなうん、まあ実際ちょっとなんとかなる部分もあったんだけど、ボルトロスは。というわけで今回は状態上麻痺のしびれ効果が必要なのかどうか考察していきたいと思います。まずは麻痺のしびれ効果がなくなった場合について考えていきたいんですけど、そもそも 25% 行動不能の効果なくなった麻痺って使われるかな？ってことは素早さ2分の1だけっていう、怖い顔の交換しても続く代わりに他の状態以上にできないバージョンみたいな感じでしょ。パワーアンクルとかトリックした状態で相手が持ち物を別で持ってるみたいな。今麻痺使ってるポケモンで麻痺しびれに頼ってるポケモンだとジガルデとか、あとコナミミックとか、かなり弱体化するかなっていう印象は受けるね。サンダーで麻痺らせて羽休めで行動できなくなるまで待つっていうのもできなくなるから、電磁波プラス羽休めみたいなコンボは弱体化されるのかなっていう印象。あと使うポケモンだと、まあ、ポリツーとか、まあ、オーロンゲとか。ポリツーはサンダーと同じように麻痺待ちの自己再生とかあるから、それはちょっと弱くなってる気するし、うん、オーロンゲはサポートメインだから電磁波の痺れなくなってもいいんじゃないか。まあ、S 下げる方が重要っていう話はあるけど、ソウルクラッシュ、リフレクター、光の壁、ラスト1個入れるってなったら電磁波か挑発だけど、うん、まあ電磁波だとして、まあ、積みの起点っていうのを、まあ、痺れさせれば HP 満タンで積めるかなとかいう利点は当然あるんだけど、オーロンゲの電磁波の麻痺っていうのは重要視はされてないかな。一番被害受けてるのはジガルデだと思うけどね。やっぱりヘビニラミからの身代わり連打で麻痺待ち、強いポケモンであったから、まあ、なかなか起点にできる範囲は狭くなってそう。痺れに全部頼ってるってわけではないけど、まあ、試行回数稼ぐうちの1回は麻痺ってほしいなみたいなのはあると思うから、1回も痺れないで全部動かれると、まあ、なかなか厳しいよ。まあ、フリーツとかの電磁波も S 逆転っていう良さはあるけど、ちょっと弱くなってるなーっていう印象。マガスペ1個を使って電磁波採用してまで相手を麻痺にさせようとは思わないけど、10万ボルトと放電だったら放電採用する。役割対象のダメージ差とかもあるから、まあ、計算はしなきゃいけないだろうけど、まあ、放電採用するパターンも全然ある。まあ、威力10しか変わらないから、ね、S 落として自分の後ろのポケモンとかで上から叩いて倒せるみたいな展開を作れるので十分っていう麻痺も当然いくらでもあるから、ね、今よりかは自己再生連打とか身代わり連打でしびれ待ちする機会が減る分、麻痺を生かす戦術は減るだろうけど、完全になくなるわけではないから、上から攻撃する、上から積むっていうとこを重要視する使い方になりそうだね。次にそれに加えて素早さの低下が、今は素早さステータスを半分にする効果なんだけど、それが4分の1になった場合は、麻痺の素早さダウンっていうのは6世代から7世代の時に弱体化されてて、6世代までは4分の1だったんだよ。まあ、主にボルトロスのせいなんですけど、第7世代サンムーンで4分の1から2分の1に変更されたと。麻痺しびれがないんだったら4分の1でも良くないっていう発想だよね。まあそれはいいと思う。これだったらまた話変わってくるかな。2分の1だと弱すぎるというか、素早さ遅い麻痺巻きのポリツーラッキーナットレイとかがかわいそうかなっていう。そうだね。 S2 分の1下げただけだと裏との組み合わせでしかうまく使えない。4分の1だと正直誰でも抜けるようになるから、まあ、ナットレイですら素早さを下げなければ無限ダイナとか抜けるようになるし、なんなら5世代とかのナットレイって S フル配分あったからね普通。
図にあったね。 S4 分の1にしてしまうっていう強さを生かせる配分にしてたっていうだけで何もおかしいことではなかったんだけど、こうなるとサンダーとかはあんまり変わらないと思うんだけど、まあそうだね、もともと速いからね。まあ、さっき言ったポリツーとかラッキーがちょっといやらしくなるかな。例えばなんだけど、ポリツーってクロバドレックスに電磁波打つ展開って S2 分の1だとクロバドレックスをポリツーが抜けないから上から倒されてなんかタスキ残っちゃうとかそういうことがまああるんだけど、4分の1だったらポリゴン2の方が早いわけだから電磁波打った後にイカサムなりシャドボなりで攻撃して裏のポケモンで倒すみたいなことができて、これだいぶ強いよね。まあ、クロバドレックスとかにも強いし、うん、ザシアンも抜けるようになるから今よりはザシアンに対してポリツーが仕事できる量が増えるから。そうだね、そう、なんならなんだけどさ、ラッキーでさ電磁波打ってそこにザシアンが来るとするじゃん、うん、して上から甘える打てるようになるんだけど、うん、そしたらさザシアンが見分なかったらさラッキー受かるよ。まあそうだね、めちゃめちゃ強いけどそれ。甘えるラッキーといえば歌うとかステロが入ってるようなイメージだけど、うん、電磁波甘えるも増えるね。今でも別にいないことはないけどかなり数増えるんじゃないかな。そうなると結構強そうだね。6世代までの麻痺はこれに加えて痺れもあったんだからめちゃめちゃ強えよ。最悪だ。それならいいよね、全然なんか、うん、バランスかなりうまく取れてるんじゃないかなっていう。ダイジェットで素早さ上げまくってマヒーの素早さダウン無効化してくるようなやつらもこれでヒーヒー言う、ね、サンダーランドのダイジェット最強2匹はあんまりマヒるタイミングがない。エースバーンとかそのあたりはこの仕様になることでちょっと抑えめになりそう。一回ダイジェット打ったエースバーンとかラッキーちょっとエース振れば抜けるからね。で2ジェット3ジェットしたところだとしたら、まあ、そこら辺のポケモンで抜けるわけだから、世代限定で今からでもいいから素早さ4分の1にしないか。なんならそっちの方が汗だいいような気もするけど、麻痺よりもダイジェットがダメでした、うん、最強技だね。最後にそれに加えて電気タイプにも麻痺が入る場合になったら考えていきたいんですけど、麻痺が6世代から7世代になるタイミングで弱体化したって言ったけど、まあ、弱体化されたのそこだけじゃないんだよ。第5世代の当時は、まあ、ボルトロスミラーで一旦電磁波打つっていう挨拶があったんだけど、うんうん、それがちょっと不毛だったのか第6世代から電気タイプのポケモンは麻痺しなくなったんだよね。5歳の時は電気タイプも麻痺ってたから魔魚の柔軟とかも意味あったんだけど、今はほぼ意味ないから。しびれなくなるんだったら別に麻痺ってもいいよね。っていうかサンダー麻痺いるようにしてほしいよね。ダイジェットサンダー麻痺ったらもう素晴らしいことよ。サンダーの数も落ち着くんじゃないかな。ポリゴン2で電磁波で止めれるんでしょうか。うん、そうだね、サンダー一挙環境のが面白いよっていう発想別にあると思うから、人それぞれだと思うけど、サンダー止めれるのはめちゃくちゃでかいな。サンダーミラー回電波打ち合いじゃなくて放電打ち合いになるのかな。そうだね、放電打ち合って両方麻痺してみたいな感じになったり、あと先に放電で麻痺させた方がさ引いてきてさめっちゃイライラするみたいな。サンダー麻痺ったら変わるのに引こうっていう。え、そうそうそう、全然ありえそうだけど、放電とか優しかったらいいけど電磁波打ってくるかもしれんけど、まあそれはそれも全然ありえると思う。かといってまあしびれないんだったらいいんじゃないかとは思うけど。そうだね、まあ、レジエレキとか S 命のポケモンだからこれ麻痺っちゃうとちょっと悲しい感はあるけど、レジエレキにしたらこれはまあどっちでもいいというどっちでもいいけど、まあどうだろうね、サンダーが結局ダイジェットない環境でどこまで強いか、まあそれこそ旧世代以降の話。ダイジェットなくなったらサンダーは落ち着くだろうけど、うん、サンダー自身がマヒルからサンダーが弱体化してるっていう話はあるけど、その分サンダーもマヒルにさせるポケモンだから相手を、うん、レジェリキ出てくるとこに電磁波なり放電マヒなり決めてしまえば展開としてはめちゃめちゃサンダー有利になるわけで、まあ一応一旦地味だけど、まあ、ゼクロムってサンダーを起点にするポケモンだと思うんだけど、確かに放電打たれてるだけでゼクロムはちょっと苦い顔するよ、ね、身代わりゼクロムとかのが増えそうだ。ダイジェットなくなるんだったらどっちでもいいか、そんなに重要視するべきではない気がする。まあどちらでもサンダー自身にとっても良かったり良くなかったりするだろうから。というわけで状態異常麻痺のしびれの効果が必要かどうか考えていったんですけど、結論としてしびれの効果はあった方がいいですか。これ難しいなって思うな。電磁波プラス身代わり、まあそれこそジガルデとかがやってるような展開はできなくなっちゃうわけじゃん。先日は今から1個減るよね、麻痺待ちっていうのが1個減っちゃうから、うんっていうところあるんだけど、その分ストレスがないといえばないのも事実なのかな。麻痺に怒ってるツイートいっぱい見るしね、うん、ヘルピンさんだって怒ってたしね。ヘルピンさんもサンダーの麻痺でイベルタルザシアンが突破されて、麻痺で怒ってる人はよく見るけど自分が麻痺ってにっこりしてる人はあんまり見ない。自分が麻痺ってにっこりしてる人はいないでしょ。相手を麻痺らせてにっこりしてる人はいるだろうけど。それはいるね。まあ
戦術が減ってしまうのは悲しいから、まあ、今このままでもいいけどね。変わるんだったら S は4分の1にしてほしいね、少なくとも。そうじゃないとちょっと麻痺自体の強さが意味わかんないぐらい弱くなっちゃうから、まあ痺れの確率を 25% から下げるとか。いやでもね、下げるのはねもっとイライラするんだよな多分。ああ確かに、痺れるのがレアケースになるから痺れた時に切れるっていう。そうだからね、下げるの2割にするとか1割にするとかね、絶対にやめた方がいいと思う。そういう問題じゃないか。そう、それはちょっと許されないから、まあ0にするか25のままいくかで、0にするんだったら S は4分の1にしてほしいね。まあそういうことですね。うん、麻痺にも意外といいところあるんだよという。世代を超えて弱体化されて、まあ、結果そこそこいい技になったんじゃないでしょうか。これからもためになる対戦動画や解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。